皆さんこんにちは。猫店のアジト、今日もご視聴いただきありがとうございます。理学療法士の小峰崎明です。今日はですね、トロピコールを使って猫背を改善していくようなエッセンスを一つ紹介しようと思います。今までチャンネルの中でですね、背骨をしっかりと動かしていきましょうという話はたくさんしてきたんですけれども、なかなかですね、うまく背骨を伸ばしきれないっていう方も多くいらっしゃったのと、一生懸命背筋伸ばしていこうとすると腰骨が反ってしまうっていう方がね、結構多くいらっしゃったので、今日はですね、背骨の中でもしっかりと胸を伸ばしていく、胸椎を伸ばしていく、反り腰ではなくてしっかりと胸椎から伸ばしていくようなエッセンスをお伝えできればと思っておりますので、是非皆さんですね、ストレッチポールをご用意の上実施していただければと思います。それではですね、早速ストレッチポールに仰向けになっていきましょう。ストレッチポールの端に座っていただいて、このままゆっくりと手で支えるように仰向けになりましょう。ここでそのまま万歳をしていくと、どうしても腰が、ここの隙間がですね、浮いてしまう方結構いらっしゃると思うので、お尻の位置をちょっと足のかかとの方に向かって、よいしょって少し遠くしてもらうことで、ここのスペースが埋まりやすくなります。そして骨盤を少し後傾、後ろにぐーっと倒すように、おへそをですね、下にぐーっと押し付けてあげることで、よりこの反り腰になりにくい環境下を作ることができます。そしてこの腹部のですね、今すごく腹筋使っていると思うので、この腹筋を抜かない状態で万歳をしていく。そしてできるだけぐーっとより床面に近づくようにですね、上げていただくとですね、胸椎が伸びてくる感覚があるかなと思います。そしてゆっくりと戻していきましょう。ここは常にこの隙間が埋まっている状態ですね。この状態を意識したまま、できるだけ手を遠くかつ床面に近づけるように、腹圧は抜かずに、骨盤後傾、腰椎が少し丸まった状態で、ここでしっかりと呼吸をしていきましょう。大きく吸って吐いて、この時も姿勢は乱さない。大きく吸って吐いて、大きく吸って吐いていきましょう。ゆっくりと手を離して、ここを抜かずに何度か万歳の運動をしていきましょう。吸って吐きながら戻します。吸って吐いて、吸って吐いて、ラスト、吸って吐いて、よいしょ。ではゆっくりとここから降りてください。いかがだったでしょうか。今日やったエクササイズはですね、腹筋の使い方、骨盤だったり腰椎のコントロールの仕方ですね、この辺がすごく大事なポイントになってくるかなと思います。しっかりと骨盤を後ろに倒して後傾させて、腰椎を丸めた状態で万歳をしていくことによって、胸椎がぐーっと伸びて猫背が改善していく感じになりますので、ストレッチポールのね、エクササイズをやる前にですね、必ずこれをセットアップ、ウォーミングアップとしてですね、実施していただくと、ストレッチポールのエクササイズをやった時にですね、より効果が上がっていきやすいと思いますので、ぜひ参考にしてみていただければと思います。そして過去にですね、ストレッチポールを使ったエクササイズの動画を紹介しておりますので、ぜひですね、そちらも合わせてチェックしていただければと思います。今日の動画が参考になったよという方は、ぜひ高評価ボタンを、そして自宅でできるような簡単なワークアウトをですね、オンラインのトレーニングルームに集ってみんなで楽しくワイワイ健康になるために運動していこう、そんな企画をしておりますので、興味がある方はですね、合わせてチェックしていただければと思います。詳細は概要欄に載せておきますので、はい、それでは今日の動画は以上になりますので、次回の動画でまたお会いできればと思います。今日もご視聴いただきありがとうございました。